は行くぞ。行けんよ。乱世、おいが生きてるうち、こいが最後の戦乱かもしれん。これまでのおいは時代を担う若きに残すものば探しとった。じゃが最後となれば人間誰しも正直になるものよ。このまま朽ち果てた時の心残りはただ一つ、次元、その誠の姿を見つけられなかったことね。決めたぞ、おいは進む。たとえ鬼となる道を歩もうとも、我が剣青鸞よ、付き合ってもらうだ。足利様、来訪の者がお目通りを願うております。どうやら激しきたぎりを抱えた者に見受けられまする。ふん、ならば許そう。通せ。よい。はじめまして。神草の挨拶はこうであったかな。悪いが今の俺に手加減ばできん。甘いぞ、殿よ。昔の俺なら、おまはんと叫ば首かわすところかね。天下だの未来だの何でもよか。真の次元が見られればそれでよか。最後の時まで熱く回路へ。己が命、焼き尽くせ。望みはあるか。ならば干せよ。たぎれ、乾け、焦がせ。犬が命を。ハッハッハ。決着はまたの機会だな。見事。それまで燃え尽きるな、友よ。悪くはなかったがの。
こんなにもたくさんの強きがおったとは。すべては始まりの帝、足利義輝の天聖奉還の一声。この強きを呼び覚まし男、剣を目指す者は皆こぞって、やつは剣帝とも呼ぶ。変幻自在、唯一無二、日の本一と伝えられし剣腕。この男と切り結べば、老いの次元は完成するとか。いや、今の老いじゃ砕け散るね。情けなか。魔王が獅子こと明智光秀、どうぞお手柔らかに。おまはんは鬼に近き者、行くぞ。鬼なんて無骨な、呼ばれるならそう死神がいい。おいは死合うと言った。行き回る血は終わらん。甲が手足の名に恥じる戦、そのようにさせていただきます。甲の進化として死にゆけるなら、それは全て。命をかけるとすっか。信長、たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそば。何の次元よ、まことのうつつよ、ダメじゃ、見えん、ちいとも見えん。島津様、次元流の教えを恋に多くの若武者が集まってきております。ダメじゃ、老いの次元はがらんど、今の老いに教えられるもんなど何もなかね。はあ、では追い返しましょうか。いや待ちんしゃい、教えはせんが、ついてくるは好きにさせんね。は、そのように。若きと火を囲み、酒は酌み交わす。おいはまだあの心地よき時にしがみつきたいだけかもしれんね。おかず、you
ません。少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。青葉鬼だからって人はさらわんぞ。あ、この人抵抗する気満々っすよ。おやった、怪しい、実に怪しい。僕の睨んだ通りだ。おやった。え、おやっさんも睨んでた？むしろ自分が先に？それはともかく、事情聴取開始っす。あなた、アマゴ・ハルヒサをご存知ですね。え、ご存知ない？え、あの、ガッサンとだの、砂と風で有名な、あ、ご存知ない？最後にもう一つだけ、総裁のご協力感謝です。かく、何の すれば次元は体制するとか分かっとるんじゃ。すべてのもとは老いにある言葉。老いはまだ鬼の道に足を踏み入れてもなか、老いにはまだ鬼となる覚悟がなか。どうしたらよかね、青鸞よ。主はお前か。お前を殺せばこの夢は覚めるのか。乱世の罪諦めたい。全ては夢、夢なんだ。
夢だと言ってくれ。お前も闇に溺れてみろ。まことの五つ、どどかせてくれんね。お前が私の鞘になるのか。あの方の微笑みを返せ。今すぐ返すんだ。かすかも、まもなくそちらへ。島津必勝の戦術は、土井が強くとし合うために使う。剣心様、受け入れねばならないのですね。剣心様、あなた様のいないこのうつつを。何の憂いもなしに慕われ。島津殿、立ち止まり、我が兵をご覧ください。皆傷つき疲弊しております。これ以上の連戦はもはや無謀では。ならばついてこられんもんは捨ておくがよか。切り手が減った分、代わりに追いが切れば済むことよ。あのそれは一体。鬼になるためには必要なことに、切って殺して血は吸って、殺して恨みにぬたまみれ。我らがお役に立てるばかりにご負担を。我らももう一度奮い立ちますゆえ。余計な言葉はせんでよか。セイランよ、今日もおまはんば赤き熊取りで飾ってやらんね。
ようこそ名もなき剣魔が席を兵の全てを振り絞り彼を磨いてくれたまえ。おまはんの汚か趣味なんてどうでもよか。さあフンよ、いつも通りの虐殺を始めようか。境地を見てうごめくそれが一切なくなるまでね。まあ求めるものとしては勝敗は二の次だ。少々不信が芽生えるのは否めないがね。やはり K は私が見込んだ通りの石くれだな。さてこの風魔だが、なかなかのものとは思わないかな。ここまで磨き上げるにはそれなりに苦心したのだろう。ご苦労風魔、今は傷を癒すといい。いや、癒さぬ方がより気迫に迫れるやもしれないな。気迫であることもまた時には悪くない。人はどうあがこうとも従前に未知はしないのだから、次はぜひけれんみもなき左席の場に。何の憂いもなしに慕われる日々中のも悪くはなかったがの。島津様、各地で我が軍を恐れる声が日に日に増しているようです。はあ、落ち武者相手の鬼ごっこよ。おいたちが鬼ぞ。おまはんらもいつでも混じってよかよ。島津様、武田がなんとも熱血な男道場。お尋ね。島津様、この一戦を鎮めれば大乱の世も間もなく収まるかと。鎮める、収める、そいつはいかんね。島津様、あなたは一体。おまはんらはまことの次元を見たいとは思わんね。そのためにおいについてきたんではなかね。いえ、私はあなたのお人柄にこそ惹かれ。もうちょっとで逃げそうじゃ。
この道の果てが誠のうつつが指し示すものが。行くぞセイラン、行くぞ。よくぞこの道場へ足を踏み入れた。つわものよ、その荒ぶる魂。まずはお主自身の手で挑む団員を決め。貝の虎の試練、いくらでも乗り越えてやんぞ。島津様、この椅子行くぞ。よくぞこのど、まずはお主自身の手で挑む団員を決め。貝の虎の試練、いくらでも乗り越えてやんぞ。上等。王など所詮名ばかりと、ささやけるとは思うなよ。うり二つなのは見た目だけではない。さまざまな強気の技を味わえとは便利な術で。そんな動きを読まれねえとでも思ったか。かかってきな。うえ、うつつが見え。すげえなあんた。だが次はねえぜ。見るがよい、奴も生身の人間よ。暴れんぞセイラン。キーキーシスター。もう終わりに。てめえの好きにしてやるつもりはねえ。セイランよ、おいをもう一度。あの者を倒すとはな。バンビ、お前はいずれザビー教の星となる信者です。駆け上がるのさ、カーンブへの階段。暴れキャッテンと行くっすよ、おやさん。奴の実家を調べなさい。囲んでザビります。実は僕とっくに一人前だったり。蹴りは痛すぎず。おやさん、あれご存知ない？すでにお前の親御さんは入信済みです。もっと気合い、
き合った先にこそ誠のうつつだ。ザビリ愛護協会がたまってませんよ。強い迫害はザビリ愛を盛り上げるだけですよ。今度会う時は愛について語らいましょう。三日三晩不眠不休で。私は手加減できないぞ。おいが怖いか、鬼に見えか。何のここから。セイランよ、せいぜい気をつけな。この程度では修練にならぬといった顔じゃな。安心せい、誠の修練はこれからじゃ。サスケ。はいはい、んなでかい声で叫ばなくったって聞いてるっつーの。やれやれ、なんだってこんなとこ来ちゃうかね。おたくさん、こっちの身になって考えたことある？俺様に勝てそうだとか思ってない？忍びが姿を消すってことはわかるよな。ようやく道半ば、息はつくには早いとし。集中しろ姫、ザラスのことは後で。了解です。契約の交渉ならば後にする。私が泣いたらやめてくれるのでしょうか。ほんならどっちが強いか決めっかの。ちと早く、我らには馴染みの匂い。心に吹く嵐は私の神風でビュッと消し去ります。ヘトヘトは楽しいヘトヘトです。こういう時の作戦はそう、白旗です。ねえ、もう降参しちゃおうよ。では幸福の証に金吾さんを差し出します。この痛み、この香り、この命、ああ、誠のおつつ、どどかせてくれんね。謝ってもダメなんですか。私の気球を遮る。次は手加減いたしません。
鍋が冷める前に僕は君から逃げる。おいは幸せだ。一番ある地は終わらん。次は食べ比べで勝負しようね。お主がここまでやりおるとは嬉しい誤算じゃ。よかろう。グレンの前の立ち入りを許可する。この雪村、武田が道場の地下グレンの前、よくぞ参られた。親方様に認められし者よ。歓迎いたす。親方様の風林火山しかとこの雪村の胸に、うん、このわしが見ておるぞ。手負いが虎の恐ろしさ、ご覧に入れよう。相手は好きだらけじゃぞ、雪村。我が二層、地に突き立てる。まだじゃ。その武田騎士武者ぶり、武田の黒帯連中にも存分に披露せい。犬千代様、ここはあれで行きましょう。あれを思いつくとはさすがだ、バツ。行くぞ。早く出しんしゃい、悔やみなき一党。セラ、私への油断、命取りになりましょう。バツの飯をたらふく食ったんだ、負けやしないさ。もう終わりね。良き腕前ですが、前田のため負けられませぬ。朝芸を食べぬは時に一生の恥になりまする。こうやってると豊臣時代を、いや、なんでもない、なんでもない。何か言った？今俺様に何か言ったね。腹蔵はいいぞ。暗くてジメジメしててな。攻撃に迷いはどう？まっすぐ殺しに来んね。すまん。どいつもこいつもアホアホアホ。でこの時がこの又兵衛様に立てついてどうなるんですかねえ。人生諦めが肝心なんだよ。こりゃ、これ様もうかうかしてらんないね。参った参った。追ってくるなよな。絶対に追ってくるなよな。なかなかやりおるわ。その魂、このわしにぶつけてみよう。この戦友と共にお主の力と技を
見極めようぞ。働いたら負けなんじゃないかって最近思うんだよね。セイランよ、楽しかか。おいもよ。酔いの虎は恐ろしい。そろそろ王政に転じる気やもしれぬ。アスナよ、その力にてアスナよを支えよ。お主の魂に風林火山の片鱗を見たぞ。何の憂いも。なんちゅう顔ね。次元流は完成し、鬼になる道も見えた。じゃっどん、こげなもん、若きに伝えるわけにはいかん。セイランよ、すまんの。求むるは魂にくさびば打つ次元の心。もう一度おいに付き合ってくれんね。